ウニオン・デポルティー・バ・アルメリアは、スペイン・アンダルシア州アルメリア兼アルメリアを本拠地とするサッカークラブチーム。1989年7月26日にアルメリア CF として設立された。1万5千人収容のエスタディオ・でロス・フエゴス・メディテラネオスをホームスタジアムとする。 UD アルメリアの前身とされる AD アルメリアは1979から80シーズンと1980から81シーズンをプリメイラディビシオンで過ごしたが1982年に解散した。1989年にはアルメリア CF が生まれた。2001年1月19日。 当時アルメリア市長だったサンティアゴ・マルティネス・カブレハスがこのアルメリア CF と同じくアルメリアに拠点を置くポリデポルティーボ・アルメリアを統合し新たに UD ・アルメリアを設立すると市議会で発表したこの発表から約5ヶ月後アルメリア CF 保有者の承認を得て正式に UD ・アルメリアが創設されたまたクラブの歴史や成績はアルメリア CF のものを引き継ぐ 2006年7月、クラブの新式官に、ウナイ・エメリを招兵し、就任後わずか1シーズンでアルメリアを、史上初となるプリメーラディビシオン昇格に導いた。クラブ初の一部挑戦となった2007から08シーズン、ジエゴアウベスや、マネ、アルバロネグレドなどの新戦力が既存の選手とうまく、絡み合い、プリメーラ初年度ながらも8位という好成績で、シーズンを終えた。 また、エメリによって、ストライカーに抜擢されたネグレドは、チームトップとなるリーグ戦13ゴールを挙げた。シーズン終了後、バレンシア CF に移ったエメリの後任として、ゴンサロ・アルコナーダが監督に就任したが、成績不振によって、シーズン途中の2008年12月21日に、解任された。次期監督には、 元メキシコ代表のストライカーであるウーゴ・サンチェスが監督の座に就いたが、それでもチームの調子は上向かず、リーグ戦11位でシーズンを終えた。また、シーズン終了と同時に、サンチェスも解任された。2010から11シーズンは、コパデル・レイで、クラブ史上初めて準決勝に到達した。しかし、リーグ戦では、FC、バルセロナ戦で大敗を喫したフアン・マヌエルリージョ。 監督が2010年11月に解任され、公認のルイス・オルトラ監督も2011年4月に解任された。リーグ再開に終わって降格し、トップリーグ挑戦は4シーズンで幕を閉じた。2011から12シーズンから2期連続でセグンダリビシオンを過ごし、2012から13シーズンに3位となり、プレイオフでジローナを下して、 3シーズンぶりにプリメーラディビションへの昇格が決まった。2019年8月2日、サウジアラビア人のトルキアルシャイフが、新オーナーとなった。トルキアルシャイフは、サウジアラビア王室アドバイザーや、総合娯楽局、サウジアラビアオリンピック委員会、アラブサッカー連盟の会長を務める人物である。2011から12シーズンのユニフォーム1イスラデル。 フレイルや高齢道でビーダなどのメッセージをユニフォームの胸部分に記していたアルメリア圏の旗アルメリアのクラブカラーは赤と白である。由来はアルメリア圏の旗のメインカラー。この旗に赤と白が使われた理由は1147年、この地で起こったジェノバ共和国軍隊の十字軍がアルメリア海岸に上陸した際に掲げていた軍機に由来している。 サディク・キュービ・ジャルバ23アケチェ・ジュコルパス17モル・ラネス・ゴコスタ22アキエメ15クエンカ24マラシュ18バ12十マカリゼイチ中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権星印は EU 県外選手を示す中選手の国籍表記はフィファの定めた 代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。